タイラー・シェーン・アダムスは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ワッピンガーフォールズ出身のプロサッカー選手。ドイツ分でスリーガの RB ・ライプツヒに所属している。ポジションは MF。2010年にニューヨークレッドブルズのユースアカデミーに入団。ユースチームで力をつけ、2015年3月に B チームに昇格。翌月のトロント FC の B チームとの試合でプロ初、出場。 同年7月に北米プレシーズンツアーで対戦したチェルシー FC 戦でプレミアリーグ2014から15シーズン優勝チーム相手にゴールを決め4から2の勝利に貢献したことで注目を集める2015年11月3日2016年シーズンからのトップチーム昇格が決定以降重大ながらトップチームに主力選手に定着した 2018年12月3日、RB ライプツヒト2023年までの契約を、締結。2019年1月28日のフォルテナ・デュッセルドルフ戦で、ブンデスリーが初出場で、先発出場し、4から0で勝利に貢献。2月16日の VFB シュトゥットガルト戦で、アシストを記録し、3から1の勝利に貢献した。2014年に、 ユーマイナス十七のアメリカ代表に招集され、二千十五年にチリで開催された二千十五 f i f a ユーマイナス十七ワールドカップに出場。二千十七年はコンカカーフユマイナス二十選手権で優勝し、韓国で開催された二千十七 f i f a ユーマイナス二十ワールドカップにも出場した。同年十一月には十八歳でフル代表に招集され、十四日のポルトガル戦で、 代表初出場。2018年9月12日のメキシコ戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。